はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないです。おはようございます。はい、今日は9月の9月の3日。はい、時間、時間は9時40分ぐらいです。はい、今日も行ってきました。ガンバライジング、はい、行ってきました。土曜日なんでね、やってきました。相手は相手の人は1球でも負けました。カビー負けましたか。三段なのに、持てたカードが弱かったんかな。じゃあどんなカードを持てたか教えてもらえますか。1号と、昭和ってか、あ、昭和の1号と昭和の1号とクーガと、あー、あれクーガな、はいはいはい、クローズエボル。あー、クローズエボル弱いの。どうなんやろな、組み合わせかな。どうなんやろな、ね、スロットが足れへんって、組み合わせやな。また考えて持っていきましょう。じゃあ明日持っていくカードですか、今日紹介するのは。明日持っていくカードと今日出たカード、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。クローズエボル、あれ弱い、またアビリティついてんのかな。クローズエボル強そうやけどな。あれちゃう、組み合わせちゃう、やっぱりちゃんとアビリティ呼んでエノンと組み合わせて持ってかなあかんのちゃいますか。あの、空が弱いで、空があかんで、あれあれやめた方がいいで、よう持っていくけど空が持っていくないよな、では、はい、紹介します。はい、お願いします。今日出たカードから、はい、今日出たカードはこちら、ドゥルル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 ル。早速もう今日出た一番いいカードこれですな。はい、仮面ライダーブレイド、ライダーマスクキャンペーンのやつですね。アビリティはチームにトリッキーまたはブレイカータイプの時、必殺プラス100件アイコンの AP プラスに10点かけてアップ。スロットアイコンは2以上の時、相手なんか分からん、あんま強いやつやな。あ、でもあのあれやな、キングフォームなんでな、バーストしたらいいやん。俺ブレイド好きやからぜひ使ってみたいです。はい、はい、続きまして2枚目ドルルじゃん、ファイナル仮面ライド、おお、ディケイドコンプリフォーコンプリコンプリディケイドコンプリートフォーム、レア、バーストするとこんな感じですね。ファイナルアタックライド、ファイナルアタックライド、よかったな、ディケイド好きやもんな。はい、はい、続きまして、続きまして明日もデッカードの、はい、あとはダブリダブリです。はい、コンピューター対戦から紹介します。はい、ちょん、お、この前これ映画でもらったじゃな、この前ね、仮面ライダー、リバイスの映画を見に行ったんですけど、その時にもらったやつですね。はい、リバイスバトルファミリアス、そうそう、バトルファミリア見に行った時に入場特典でもらいました、リバイスとギーツの、これやっぱりギーツが出てくるのかな、答えたちカードも今日から配布しとってんけど、明日からやってもらう。うん、これも使えね、強かったらいいですね。はい、これは答えたち、まあ、ノーマルカードやったらね。はい、カードちゃうんかな、違うな、バトルファミリアのカード、うん、はい、続きまして、続きまして、チャカ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 、ズン、ホーリーウィング、お、ホーリーライブ、ライブバレットホーリー、これのレジェンドレアで強いなんやろうな、使ってる人を見るよな、どうしてうまくいかないんだろう、ホーリーホーリーホーリー、はい、
続きまして、フォーリーとエビリティは基本的に一緒やったな。うん、なんか黒のステッカーみたいなの貼っただけやった。黒の差し色が入ってるだけやったな。うん、続きまして、うん、パシッ、お、仮面ライダーバルキリー、ナッシングチーター、はい、この3枚でコンピューター大変ね、はい、遊びます。はい、続きまして、え、全国大戦、これも出たやつ、出たやつだった、どれ出たやつ、ズンズン、お、アルティメットバイス、アルティメットバイス、ノーマルカード弱い、ノーマルやもん、はい、おもろいアビリティついてたんやけどな、ノーマルでも全然ついてへん全然ついてへん、はい、続きまして、なんか今回、うん、アイコンチェンジカードみたいなのがあるねんけど、うん、これはそうな、ついてへんな、うん、違うんちゃう、ついてへんな、ついてへんと思うけど、アイコンチェンジ、うん、なんかその書いてへんけどな、書いてへんな、うん、うん、続きまして、全国大戦、はい、はい、お願いします、コン、コン、伊達さん、一緒に戦ってください、お、バースや、これはどうなんですかね、書いてあるな、うん、伊達さん、スロットアイコンの AP すべてプラス80、おお、すごいやん、それだ、うん、2番、3番、これはね、1番または2番目にカードを出したとき AP プラス20、 RP プラス2、バーストゲージの上昇率アップ、3番目にカードを出したとき RP が7以上だと RP マイナス8やけど、次のラウンドまでスロットアイコンの AP プラスすべて80、すごいな。3番目出したらいいんちゃう？でもどういうことやろ？3番目に出したとき RP が7以上だと、うん、RP マイナス8になるけど、次のラウンドまでスロットアイコンの AP をすべてプラス80。 AP プラス80すごいな。うん、三上はしないようにと通達がありました。それ、後藤、後藤バース、後藤バース、そういえば後藤さん、後藤伊達さんの方の岩永さんは純烈入ったな純烈新メンバーとして紹介されたな祝それのお祝いやな、お祝いでバースを使ってあげるはい、続きまして、2枚目、全部バンで揃えてんなって、あ、今日はバンで行くよね、うん、珍しい、はい、行きます、ブルルルルルじゃん、アンパレットを販売しているスーパーさんの他にもたくさんあります、おお、おお、第五重戦術、カメラライダースナイプ、シミュレーションゲーマーレベル50、おお、メモリアルフィニッシュやな、ここまで出たやつやな、ここの方にあれやな、うん、シミュレーションゲームやってな、うん、ドーンみたいなのついてんな、あ、ドーンがついてんの、ガンキャノンみたいなやつ、あの、スーパーパトレン2号みたいなやつ、あー難しいな、スロットアイコンが2以上揃った時次のラウンド前テクニカルゲージカウンター発生率アップ、スロットアイコンが被っていないときチーム全体の必殺プラス500、テクニカルゲージが超アップ、ゲームクリアーって書いてある、バーストしたらゲームクリアー、うん、ピコ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 、俺スナイプ結構好きやねんな、スナイプ結構好き、うん、仮面ライダーは俺一人で十分だって言ってたな、花屋大学、花屋大学、はい、続きまして3枚目、ドゥルルル、仮面ライダー The End、 仮面ライダー The End、 仮面ライダー
フェンディーバーを売りにしていて、同じ商品でもなんて書いてあるのこれは。相手に平成ライダーがいるとき10アイコンの AP プラス20テクニカルゲージがアップ。相手に平成ライダーがいないといけないね。3番目にカードを出したときテクニカルゲージがアップ、相手のライジングパワーを2吸収。3番目だなのかもこれ2吸収でも3番目これもかぶってんね、うん、ほんまや。じゃあこっちゃんカード選び直ししなあかんかもしれない。まあいいんじゃん、いいんじゃん。でも多分 そんな強いから多分硬い、はい、まあ使ってみて、はい、はい、じゃあこの9枚、じゃあこの6枚を持っていきます。この3枚は今日出たやつです。はい、はい、じゃあこっちゃんというわけで今日は、はい、ガンバライジングカード今日出たやつと次持っていくやつを紹介しましたというお話でした。じゃあのじゃあのーバンバンシューティング。